生きる伝説の B ボーイたちが大暴れしたショーケースをご紹介します。はい、どうもこんばんは、エナジーです。よいしょ。いつもご視聴本当にありがとうございます。今回はですね、日本各地のレジェンド B ボーイたちが一気に集結して最高なショーを作り上げて世界大会へ行ったオールエリアクルーというチームをね、ご紹介したいと思います。チームとしての最大の特徴っていうのは、本当にブレイキンカルチャーを踊りとして表現してる人たちっていうのが、もう一言で言った表現なんじゃないかなというふうに思います。ブレイキンってちょっとスポーツじみたその側面もやっぱり持ってるんですよ。特にこうパワームーブだったり逆立ち系の動きだったり、そういうのちょっとアスリートチックな動きがあると思うんですね。で、なんかそういうのを極めていくと、なんとなくこう勝つんじゃないかみたいな感じのね、こう風に思われてるかもしれないんですが、オールエリアクルーっていうのはやっぱり昔のその B ボーイのその歴史として、やっぱりこう戦いの踊りとかね、まあ、陣地争いみたいな、そういう雰囲気をしっかり踊りの中から感じ取れるっていうのがものすごくかっこいいチームなんです。もちろん全員注目のダンサーなんですけども、まあ強いて2人だけ挙げておくと、まずは B ボーイ大輔さんですね。まあもう言うまでもなく、まあ、B ボーイで一番有名な人誰とかって言った時に出てくる人です。はい、大輔さんのね、チャンネルも、あるので、まあ、そちら概要欄にリンク貼っときます。もう一人ね、一番もう本当に日本の B ボーイの歴史と言っても過言ではない、まあ、B ボーイ勝さんです。B-Boy カツさんっていうのは、もう日本に本当にブレイキンカルチャーを本当に現地から持ってきた人と言っても過言ではない、それぐらいめちゃくちゃ大切な存在です、日本にとって。そんなね、カツさん率いるというか、まあ率いるというか、みんなやばいんですけど、まあカツさん率いる、まあ2009年のオールエリアクルーの世界ショーケースがマジでかっこいい。まあ言うならば、オールドトゥーザニュー、古い時代から新しい時代へみたいな感じのね、テーマに沿って踊っているので、ぜひ楽しんでいきましょう。それでは行きましょう。はい、それでは早速見ていきましょう。行きましょう。This is where it all began. もうまさにここから始まったというね、全てはここから始まったという、怪しい怪しい音好き。さあ、おお、いきなり喧嘩を吹っかけていく。おおさあ、真ん中ユウさんですかね。うわ、かっけえ。おおストップストップストップ、やばい、マジでどんだけ柔らかくてどんだけ筋肉あんのって感じ。ここ座禅座禅からの後転エアチェア、パキーさあ、リアルガン持ってんだけど、お、真ん中勝さんですね。おお、軽くすげえ。お、高橋さんですかね。はい。 No knives, no guns, no violence. You should battle with dance. はい、ストップめちゃくちゃかっこよくない？ No knife, no gun, no gun, no violence. You should battle with dance. いや、まさにね、もうこんなもんで戦うんじゃないんだと。お前、ダンスでね、戦ってこいよという話で、真ん中に間に割ってね、戦いが始まると。もうみんなさ、英語だしさ、みんなに伝われてさ、もう会場もめちゃ上がるよね、こんなこと言われたらね。行きましょう。いやー、音が最高。ここからのこの音やばくない？アップロック、それこれもうリアルアップロックですよ皆さん。このアップロックに注目、時折こうしゃがんだりする動きに注目ってことですね。この辺がすごい文化を感じるんですよ。うん、バッドンドンバン、はい、イエイ、あーめっちゃかっこいい。うー、このアップロック普通できないから、みんな、うわー超かっこいい。はい、はい。 In the 1980s, he was the most influential and original
Rest in peace, Michael. おー、最も影響力を持つね、人間としてマイコーン。まあ上がるよね、海外のショーって感じ。もうサイドウォークがうまい。Moving on to the 1990s. It was this guy. Can't touch this. おー、ハマー MC、ハマー MC。普通にうまいんだよね。This is the one. お、トモさんですか。おはいはいはい、まあ各時代ね、有名な人たちがいましたと。はい、ストップ。まあこれちょっと分かんない人もいるかもしれないんですけども、やっぱ各時代のその有名、まあスターみたいなのがいたんですね。まあそのマイコーだったり MC ハマだったり、まあニュースタイルっていう方もそっち系が流行ったみたいな感じだと思うんですけど、ただこれからはオールエリアの時代だぜというような雰囲気だと思います。いきましょう。いやいいね。さあクラッピーをヘンズを煽る。はいはい、いいね。さあこの青の衣装いつ着替えたんすかみたいな。さあいいですね。さあここからえぐいほどに決めてくんのか。さあブロックス、はい。さあここからエントリーに入っていく。さあ、おお、シルエットがマジで一緒なんだけど。はい、ケンシンさんかな。すげえ硬いエトラ。こっち誰だろう。うわちょっと分かんない、見えづらい。首なくなるっつうの。さあこのね、うわかっけえこの振り。さあドリルに上がってって、おいとしきくん。だからね、このゴリラなのよ、ここが。あーい、めっちゃかっこいい。音がやばい。さあ、和弘さん、もう日本のフットワークのもう象徴的なね、人ですね。えい、うわー、かっけえ。ファンクサイン、ファンクサイン。はい、はい。さあ、やばいの出るよ、これ。やばいやばいやばいことしようとしてる。おおおお、すごくね、すげえ。さあ、真ん中からビーボイ大輔。おお、聞いてます、聞いてます、トントントンで合わせてます。はい、ストップストップ、ちょっともう一回見ていい、今のもう何かが間違ってる、逆立ちではあらぬことが起きてる、すげえ。さあこっからこら、おおおお、どういうことですか。すげえ。さあこの膝と肘を見てください、全く同じ動き。うお、すげえ。ありえん。ありえん安定感。さあ来た。ミニゴリ、ミニゴリ。ちょっと失礼かも、ミニゴリ。すげえ。やば、超綺麗。はーい、超やばい。僕なりのハイライトもどうぞ。
いかがでしたでしょうか。もうすごいはすごいんですよ。もう動きの全部はそれはもう世界に行く人たちですからすごいんですけども、アップロック、トップロックっていうね、この動き、トップロックっていうのは簡単に伝えると立って踊る動き、アップロックっていうのは4カウント使って立ったりしゃがんだりこうしたりする動き、まあこういったものになってるんですけども、この形がすごいかっこいいのよ。この手の位置だったりとか、引っ張る時の感じだったりとか、足から銃を抜く時の感じだったりとか、そういうのがすごくかっこいいんですね。まあそういう文化を知ってるからこそこうね、心に来るっていうのもすごくあるので、またねぜひね、フルバージョンは概要欄にリンク置いておくので見てください。そしてですね、あのブレイキンはね、これからオリンピック競技化されてきます。スポーツとしてのカルチャーの側面も持つようになってくるんですけども、まあ今やってる D リーグとはちょっと違ってですね、同じ競技、同じブレイキンというジャンルの中で採点基準があるので、もしかしたらね、あの一般の方にもですね結構伝わりやすい、ところもあると思います。でそんなね、 JDSF が運営する YouTube チャンネルも下の方にね、概要欄の方にリンク置いておきますので、ぜひチェックしてみてください。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画が良ければグッドボタン、悪くてもグッドボタン、チャンネル登録やコメント、ご要望などもお待ちしております。それでは次回の動画で会いましょう。バイバイ。